こんにちは。今日はですね、私の最近のセブンイレブンのお気に入りと、あとね、気になったものがあったのでゲットしてきました。超美味しいパスタを見つけたの。ぜひ最後まで見てください。それでは、おーちけら。まずお気に入り一つ目、こちら、ふんわりコッペの卵サラダです。よくある卵パンなんですけど、これね、妹が食べていて本当に美味しいって言って食べたら本当に美味しかったの。すっごいハマってる。何が美味しいかって、卵も濃厚だし、あとこのパンがね、ふわふわなんですよ。ほら見て、すっごい美味しそうでしょ。いただきます。程よいしょっぱさもあるんですよ。多分マヨネーズじゃないかなと思う。外側のパンがもちもち、ふんわり、弾力もあるんですよ。なんて言ったらいいんだろうね、口に入れるとこう戻ってふんわりしてくる感じがあって、スクイーズを食べてるような感じ。スクイーズパンです。今まで私が食べたこの卵パンの中で一番好き。2個目は、私が小さい頃から大好きだったパンで、最近また私の中でブームが来て食べています。マーガリン入りレーズンバターロール。これね、4個入りです。4個入りで108円、なんと1個で、ね、25円ぐらいです。こんな感じでパンの中にバターが入ってるんですよ。これは普通に食べても美味しいんですけど、あ、ここにも書いてあった、美味しいお召し上がり方、とオーブントースターで900W で1分。これね、電子レンジも美味しいとは思うんだけど、やっぱ外側がね、ちょっとカリッとした方が私的には好きなので、オーブントースターがおすすめです。こうバターがジュワーッとね、口の中に広がって、もう最高に美味しいんですよ。なのでレーズン好きにはたまらないと思うんですね。よいしょ、こちら焼いていきたいと思います。これ我が家で大人気で、買ってくるとすぐなくなっちゃうの。じゃあ1分やります。あれ、冷たい。待って、なんでなんだよね、なんでなんでなんでやねんねんねん。あ、6以下の時は5以上にしてからだって。あ、赤くなってきた。これね、いつもおいちょいつもこれ時間間違えるとね、すごい焦げちゃうんだよね。あ、まだです、まだ。もうちょっとカリッとしてもいいんだよね。1分じゃちょっとあれなのかな。あれ、早っ。あ、オッケー、お待たせいたしました。ポイーン、うわ、とろとろ、キャー、とろとろ。いただきます。大好きなんだこれね。こう動画だからこう割ったってわけではなくって、いつもこうやって割って食べるんですよ。なんでかっていうと、このバターがこう全体に行き渡らない場合があるので、こうやってつけて、うん、幸せ。見て、犯罪級のこのバターのトロトロ感。本当にこの一手間加えるだけでめちゃくちゃ最高に美味しくなるので、ぜひ食べてみてほしいです。続いてのおすすめは、ナポリタンスパゲッティ。これ本当に美味しいの。冷凍だから今まであんまり食べてこなかったんですけど、昔ながらのナポリタンっていう感じで、お子様が好きそうな感じ。私、口の中がもう本当にお子様舌なので、苦いものとかも嫌いだし、甘いもの大好きだし、お子様も大好きだと思う。お子様だから。オニオン、ソーセージ、ピーマン、ナポリタンの王道の野菜が入っていて、でパスタもなんかレンジとかでやると本物にできないというか、くっついたりしそうじゃないですか。でも一本一本がちゃんと独立していて、パスタもすっごい美味しいの、もちもちで。じゃあレンジでチン。うわー、美味しそうですね。大陸ダメ。塩、いただきます。結構ね、甘めの昔ながらのナポリタンパスタっていう感じで、本
当にパスタがもっちもちで美味しいです。野菜もすごくシャキシャキしていて最高。カルボナーラとかもあってまだ食べたことないんですけど、これはかなり期待大。きっとナポリタンが一番美味しいなんじゃないんだかなと思います。次がですね、おこげせんじゃ。これですね、ママチューブが食べてるのをちょっとつまみ食いしたらめちゃくちゃ美味しくてハマっちゃったの。なんか食感が本当にたまらないんですよ。こんな感じでお米、うるち米ともち米ですね、醤油で味付けされてます。いただきます。普段私はおせんべいそんな好きじゃなくて、食べると言ったら雪の宿なんですよ。雪の宿はもう大好きなの。雪の宿ぐらいなんだけど、このおせんべいは本当にハマってる。サクサクっとした食感と、あとたまにちょっと硬い部分があったりして、カリッ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 っていうこうなんかね、食感がたまらないんですよ。結構お腹にもたまるので、お腹すいた、耐えられない耐えられない耐えられないっていう時にいいと思います。ということで、ここまでが私の最近のセブンイレブンのおすすめだったんですけど、次が気になったものを紹介していきたいと思います。私の大好きなものがセブンイレブンに集結してたの。なので気になったものを買ってきてまいりました。こちら、これめっちゃ美味しそうじゃない？タピオカ黒糖ラテ。タピオカといえば黒糖だよね。すぐ気になってね、買ったので、買って帰ってきたらこうやってふよふよふよって黒糖が浮いてんのかと思いきや、これパッケージだったの。ちょっと騙された。このパッケージは美味しそうだよ。でもわかんない、味本当に美味しいかもしれないから。いただきます。北海道産生クリームと沖縄県産黒糖を使用した黒糖ラテなんだって。美味しいです。すっごく美味しい。北海道産生クリームがねすごいまろやかで、この絵通りの味、黒糖の甘さが生かされてる感じで、甘さもちょうどいいんですよ。だけど1個私がこれだったらもっとリピートしまくってるって思ったのが、タピオカがちょっとゼリーのようなタイプのタピオカなんですよ。普段のタピオカ屋さんのようなタピオカをこうやってもう並べて売るっていうのがもしかしたら難しいのかもしれないんだけど、タピオカ屋さんのようなタピオカを求めてる人はちょっと NG かもしれないんですけど、私は味的にはすごい美味しいなと思いました。でもこのゼリー感があっても黒糖の味とかが染み込んでるので、タピオカが味的に浮いてたりとかするわけじゃなくて、全体的に美味しいと思います。そして次が、見て焼き芋があったの。ライディくんがこっちを見ている、必死に見ている。これはね、冷凍食品コーナーにあったんですよ。甘くてホクホク。では 500W で4分40秒レンジでチン。うわ、めっちゃいい匂い。やばい、焼き芋。いただきます。ホクホク。めちゃくちゃ甘いってわけじゃなくて、ザ焼き芋、安納芋とかすごい甘い系じゃなくて、もう本当にザ焼き芋。こちらチキンなんですけど、これ名前聞いただけでやばいと思う。濃厚とろーりチーズチキン。もう反則でしょ、反則だよね。かじりつきたいから手袋しちゃう。いただきます。なんかね、上にチーズ乗ってるのかな。美味しい、これハマる。胸肉なんですけど、ちょっと名前出していいのかな、ケンタッキーのチキンみたい。わかるかな、この上のところにチーズが入ってて下が肉になってます。多分チェダーチーズで、のろのろじゃない、濃厚とろとろで、お肉もパサパサしてなくて柔らかいんですよ。で、外側がカリカリしてて胡椒が効いてるので最高。ごちそうさまでした。美味しかった。生チューブ。はい、ということでごちそうさまでした。気になる
になったものの中で一番ぜひ試してみてほしいなと思ったのはチーズのチキンです。新商品ってことだったのでぜひセブンイレブンチェックしてみてはいかがでしょうか。セブンイレブンの商品本当に美味しいものがたくさんあるのでまたパスタとかいろいろ食べてみたいなと思います。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。インスタとツイッターもやってるので概要欄からフォローよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。